こうしていろいろ考えているうちに、ロジーさんがコルセートを出発する日が来てしまいました。私にできたことは精一杯のお見送りパーティーだけ。もっと何かできたのかな。でもロジーさんも楽しんでくれたし、ちゃんとお別れができてよかったです。一人になってしまってアトリエでのお仕事は大変だったけど、みんなが支えてくれたおかげで今も楽しく暮らしています。だから今日も私は、皆さん、わざわざ集まってくれてありがとうございます。毎日お仕事が大変だと思いますけど、今日はゆっくり楽しんでくださいね。わあ、こんな美味しいタルト生まれて初めて食べました。カトラちゃん、それって前にも同じこと言ってたような。まあまあルシルさん、そう細かいことは気にせずに。と、いただきです。あー、私のタルトが。こらこら、ダメだよカトラちゃん。ルシルちゃん、まだたくさんあるし、私の分も分けてあげるよ。ありがとうございます、先輩。って、それ全部食べるつもりですか？あれ？ごめん、ちょっと取りすぎちゃったかな。ええ、そんなに食べきれないんじゃ。タルトも美味しいですが、このケーキもとても美味しい。どうすればこんな上手に料理ができるのでしょう。まだまだ訓練が足りないのでしょうか。あらあら、そのように喜んでいただけるとこちらも作りがいがあります。まだありますので、ゆっくり召し上がってくださいね。それにしても今日はいい天気ね。こういう日は仕事のことなんて忘れて思いっきり羽を伸ばさないと。そうね。でもこの間提出した調査の申請だけは早めに処理してくれないと困るわ。せっかく忘れてたのに。マリオさんたち、またお仕事の話してる。仕方ありません。マリオンは仕事に生き仕事に死ぬと以前お酒を飲みながら豪語していましたから。あら、やっぱりそうなの。あなたもいい加減にいい人を見つけた方がいいんじゃない。それあなたにだけは言われたくないわ。勝手に抜け駆けしたりしたら許さないからね。抜け駆けって何よ。私は仕事に寛容な旦那だったら別に誰でもいいわ。私は優しい人がいいですね。誰か素敵な人がいないかな。ほうほう、皆さんお相手をお探し中と。でしたらここに結婚祈願のお守りが。結婚祈願？ちょっとそれ本当なの？詳しく聞かせてもらっていいかしら。人に抜け駆けするなと言っておいて、その変わり身の速さは何なの。
そういえば、エスカ、ロジーから送られた手紙には何と書いてあったのでしょう。ああ、すごくお仕事が忙しいんだって。また出世したみたいだし。なんだかロジーさん、いつの間にかすごい人になっちゃったみたい。あらあら、それは喜ばしいことですね。でも、たまにはこっちにも来てほしいな。またパーティーしたいのに。パーティーでしたら、このように頻繁に開催しているではないですか。そうじゃなくて、ロジーさんも入れてもっと大きなパーティーがしたいの。この町の人たちも、遠くで頑張ってる人たちも、みんなみんな私の大